今回はですね、4月に YouTube チャンネルを開設して公式 Twitter で募集した、落合博満モデルのサインバッド名前入りでのプレゼントキャンペーンの当選者を発表します。フォロワーの皆様から約 1.8 万回もの、リツイートをいただきまして、その中から、当選されたのが、この方、エルバナウィスパーさんです。落合監督と話していただけるようにエルバナさんご一家とオンラインがつながっておりますので、監督よろしくお願いします。はい、エルバナさん。はい、落合監督です。はい、初めまして。初めまして。はい、すごい緊張しますけど。いや、緊張しないでくださいよ。エルバナさんは子供の頃からずっと、中1ドラゴンズの大ファンだったそうなんですけども、ご家族皆さんで中日ファンなんですかね。そうですね、結婚して、で、嫁はんの方も、自分に釣られてドラゴンズが好きになって、でまた生まれてきた子供もまた直人も同じようにドラゴンズが好きになって、でこうだんだんこう物心ついて野球が分かるようになったら、今度名古屋のドームまでこう応援駆けつけたりとか、名古屋がどんどんこう逆に今度好きになってきて、家族でこう行ったりしてるのがすごく今楽しみなひとときになってるのですね。はい、エルバナさんが一番応援されてきた選手って誰ですか。小さい自分は加古源治投手が好きで、表にこう気迫が出る選手が好きだったんですけども、その後こう落合選手がこうトレードで中日入ってきてから、またますますこう打撃がすごくこうすごかったんで、より一層ドラゴンズが好きになって、またそのまま今度こう落合監督になって、ずっとこう A クラスでこうファンをこう喜ばせてくれたんですけど、ただ最近はその低迷してるのがすごく残念なところ。それだけがちょっと心残りですね。はい、俺流チャンネル。エルバナさん、今日監督にお聞きしたいことってありますか。はい、あります。どうぞ。じゃあ遠慮なくお聞きしてください。中日今年 A クラスいけるかどうか教えてください。あー、いける可能性もあるし、ダメな可能性もありますね。ただ自分のところのチームをどういうふうにしたいのかっていう、守りのチームにしたいのか打ちたいチームにしたいのかっていうところをはっきりしないと、どっちつかずになる可能性があるんでね、そこをはっきりした野球の構成を組み立てるっていうかな。だから俺がやってる時っていうのはバッターは打たないもんだっていうことで野球を突き進めてたんで、バッティングは水物ってよく言うようにね、バーンと打った日もあればもうクシュンと打てない日もあるし、それに一喜一憂しないで、うちはどういう戦い方をするんだっていうことを明確に選手に浸透させれば A クラスっていう可能性はあるだろうと思います。野球と限らず、今の普通の一般で仕事してる方もそうなんですけども、やっぱりこう練習っていうか努力がやっていけばいくほど、やっぱりそれがその中でなんか感覚というか、そのコツというか、その何かを得るものがこう出てくるのかなっていうのがちょっと知りたいんですけども、よくこういう練習したらその練習は無駄だよっていう人がいるんですけども、練習することによってそのやっていいことと悪いことが自分が理解できるっていうものがね、出てくれば無駄な練習っていうのは一つもないんですよ。で、ある日何かのきっかけで、自分が思うことがあったりするんで、その何かを見逃さないっていうことが一番大事なんじゃないのかな。落合さんと信子夫人の共通の趣味ってあるんですか。え共通の趣味、はい、
なんだろうな、どっちか言うと俺は無趣味な方なんでねただその時その時にやりたいことをやってたっていうだけであって、でも年を取ってくるとその趣味が過重な労働になるっていうこともあるんでね根尾選手は投手か野手どっちの方が活躍すると思いますか？バッターにしたいんだったらバッター専門にすればいいし、ピッチャーにするんであればピッチャー専門の練習の仕方ってあるんでね。で、まあ最終的には本人がどっちをやりたいかっていうことになると思うんだけども、球団が、まあ、決められることではないような気はするんだけどね。でもどっちも非凡なものは持ってると思いますよ。おそらく、まあ、ピッチング練習してあとしても150キロポンと出せるくらいの能力があるっていうことは、首脳陣としてはピッチャーで育ててみたいなっていう気もあるだろうし、でも本人がどっちをやりたいかっていうのが一番重要だと思うんでね。ただセリーグの場合は二刀流はきついです。やっぱり先発して投げて、次の日 DH ないわけですから、どっかの守備を作っていう、それを9イニングやってそれで休みなしでやるっていうのは肉体的に結構きついものがあるんでね。でピッチャーっていうのはそんな軽い労働者じゃないんで、結構9回投げるっていうのは人の倍も3倍も疲れるっていう部分があるんで、だからセリーグでは難しいと思います。ショートの場合、まあ京田選手が2軍の方に巻いてますけども、でやっぱり京田選手の守備が一番こう個人的には安心して見れるんで、そのセンターラインを固めるんだら、落合さんはどういうふうな考えがありますか？俺だったら京田使うよ。だからそこが点数を取るためにっていうふうな守備体系にしてるのか、もう守れればそれでいいんだっていうように腹をくくって使うかっていう、だからなんかゲームに集中してないようなことを言われてファームに行ってて、ファームに行ってじゃあ何を求めるのかっていうことですよ。だから一軍のレベルであれば一軍で使わなきゃいけないだろうと思うしね。だからそういう意味では、まあショートを入れ替わり立ち替わり使うっていうのはどうなのかなとは思いますけどね。で爆発的に打ってくれればまたそれは帳消しになるんだけども、まあ、そうでもない限りは守ってさえくれればいいやっていうふうに考えたら強打になるんじゃないのかな。まあ12球団でもトップクラスのショートなんでね。監督と今の生活どちらがいいと思いますか？そら今の生活の方がいいですよ。毎日欠かさず何かやってますよっていうのは何かありますか？いや何もないですただもう昼に起きてご飯を食べて夜になったら寝るっていう、で仕事があるときは仕事をするっていう、その程度の生活ですね。監督の方からこうドラゴンズファンに何か聞きたいことないんですか？なんでドラゴンズが好きなんですか？なんかそのまあ大阪なんですけども、もともと小さい頃は阪神だったんですけど、やっぱ周りが阪神だったんで、それに流されてた部分もあったと思うんですけど、でそのうちやっぱりこう見てて
その選手のそのなんかこう伝わるものがなんかその球団球団で違うんですけど、なんかその波長がなんかこうすごくこう合ってるというか、表現がちょっとしにくいんですけど、そのあとブルーのユニフォームがすごくこう小さい時は目に焼き付いてあったんで、そのうちにその選手をこうどん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 好きに、いろんな選手が好きになっていったら、いつの間にかもドラゴンズが好きになっていったという感じなんですけども、はい、でも大阪にいてドラゴンズファンって言ったら結構周りがうるさくなかったですか？うるさかったですね自分が小さい時だったらもうほとんどいなかった状態で、ほぼほぼもう阪神か巨人かっていうあれだったんで、うん、もうどっちかとは変わり者扱いされていましたけど、今やっぱり大人になって子供息子とこうよく球場とか行くと、やっぱりだん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 増えてきてるんかなっていう印象だけどたくさんあって、で堂々とこう応援しに行けるのがまたそれが楽しみです。今は、うん、今は12球団どこを応援しても周りがうるさくないですからね。今回はですね、エルバナさんがその息子さんにどうしてものサインバットをプレゼントしたいということで今回応募されたんですよ。あ、ですんでそろそろあの、はい、バットの方にとサインをお願いできればと。はい、してますからね。はい、はい、ありがとうございます。ちょうどボールがあるからお父さんにサイン しようか。これなんて書きゃいいの？エルバナさん、あ、なんか希望する名前とかありますか？希望する、いや、もう息子の名前で十分なんです。そう、エルバナさんはどうですか？お父さんは、もう自分よりはもう息子のことでいいです。はい、本当に自分はもう息子さんがそのためにそれやってもらってる方が嬉しいんで。じゃあ一個ずつ。あすいません。はい、おめでとうございます。はいありがとうございます。ありがとうございます。はい、俺流チャンネル。最後エルバナさん、監督に何かありますか？あ、そうですね、こう YouTube とかあの今拝見こうさせてもらってて、特にこう落合さんと信子さんのこの夫婦の関係とか、あと落合さんと福士君の親子関係とか、トータルでこう家族っていうその感じがすごくこう伝わってくるんで、まあ、自分らもそれに負けずに、まあ、息子と親子関係とあと嫁と3人の今この家族っていうのを、まあ、落合さんのファミリーじゃないですけど、それとこう負けないぐらいに、まあ、幸せになっていこうかなと思いますんで、はい、今日は本当にありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。最後の監督から一言エルバナさんの方にお願いします。親子3人で、仲良く暮らしてくださいありがとうございます。はい、はい、ありがとう。今そこは後ろ海が見えるけども、こういういろんなやつに帰れてバーチャル背景っていうので、ああ、こうやったり、ああ、なるほど海のそばにいたわけじゃないんだね